神谷拓夫から1929年10月22日は、明治から昭和初期にかけての官僚、政治家、京都府出身。明治4年12月9日、京都府与佐郡宮津町に生まれる、京都府氏族、神谷博士生の長男、京都中学校を経て同志社に入り、1892年6月、卒業。翌1893年からは、 アメリカ合衆国へと留学し、スタンフォード大学及びコロンビア大学にそれぞれ2年間在学した。帰国後は日本新聞の記者となるが、公爵、貴族院議長のこの絵集まろの地遇を得て退職、この絵の秘書官に転じた。1904年にこの絵が没すると大韓帝国に渡り一新会顧問として活動する。その後政府に招聘され財務官となり、ついで、 環境北道初期官となる。韓国併合後も朝鮮総督府で平安北道内務部長などを歴任した。1910年12月16位に上される。1913年1月以外により面官。退官後、1913年1月18日付で名古屋市の助役に就任し、1917年1月の人気満了まで在職した。 在任中の市長は、坂本三之助。坂本は、八方美人型であったのに対し助役の神谷は異言を示す、万有型であって、役所はいわゆる、かかあ殿下のようであったという。助役退任後、1917年4月の第13回衆議院議員総選挙に無所属で、京都府軍部選挙区より立候補して、当選、一期のみ衆議院議員を務めた。当選後は、 立憲国民党に加わり、普通選挙を主張するも、1919年に、党議で否決されたためだと、純正国民党を結成したが、ほどなくして解散し、再び無所属となった。議員在任中の1918年12月、名古屋伝統の取締役に就任する。同社は、名古屋市の電力会社で、当時、福沢桃介が、社長。 下出民吉が副社長を務めていた。翌1919 19年10月には支配人出身の角田正隆と共に常務へ昇格した。1921年10月合併により、関西電機常務取締役に就任。経営陣が福沢から松永安左衛門らに交代し、関西電機改め東方電力となった後も、引き続き常務に在任する。東方電力では、 総務部長を兼ね、名古屋から東京への本社業務移転作業に従事した。常務在任は1年余りで、1923年下期に、福沢駒吉と交代指示人。1927年5月の役員改選にて、取締役からも退いた。なおこの間、1922年2月から1925年12月に、かけて、 東方電力参加の鉄道会社九州鉄道の監査役も兼任していた。1929年10月22日死去、万57歳没。ありがとうございます。